こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。ゲイ貿易と自称してウィズコロナをスタートしたと宣言した途端、感染者が急増した韓国ですが、わずか45日で終了し、失敗に終わりました。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。国内の新型コロナ拡散が強まると、政府は段階的日常回復、ウィズコロナをしばらく止めることにしました。私的な集まりの人数は4人に縮小し、多重利用施設は夜9から10時の営業に制限します。キム首相は政府ソウル庁舎で開かれた中央災害安全対策本部会議で、現在何より重要なことは対面接触を減らし、可能な限りマスクを脱ぐ時間を最小化することとし、強化された防疫措置を発表しました。まず私的な集まりの許容人数は4人までに減ります。全国一律に適用します。食堂やカフェはワクチン接種完了者のみ4人まで利用可能で、未接種者は1人で利用するか、包装配達のみ可能です。多重利用施設はマスクの着用及び飲食の可否を基準に施設別の運営時間を制限します。危険度が相対的に高い遊興施設など第1グループと食堂カフェなど第2グループの施設は夜9時まで営業できます。第3グループの施設のうち映画館、公演場、PC ボーなどは夜10時までと制限され、青少年の予備校などは例外を設けることにしました。その他、大規模なイベント、集会を許可する人数を減らし、一定規模以上の展示会、博覧会、国際会議などにも防疫パスを拡大適用します。政府は、営業時間制限により、自営業者と小々個人が被害を受ける部分については、損失補償について議論しています。また、防疫パス拡大などによる、現実的な困難についても、防疫支援金の名目で支援を考慮しています。関係部署の議論を経て、具体的な支援方法を発表する予定です。キム首相は、困難の中で始めた段階的日常回復の歩みを、45日ぶりにしばらく止めようと思うとし、今のしばらくの中断は、日常回復の道で、Uターンや交代ではなく、変化する状況に応じて必須な速度調節と話しました。続いて、中断の間、政府は医療対応力量を強固なものに補強する。国民は積極的なワクチン接種で応えてほしいとし、特に60歳以上の高齢者の3次接種が非常に急務だ。接種が完了するまで外出や集まりを自制してくださいますよう心よりお願い申し上げますと付け加えました。その他にも、年末の集まりや行事、不要な外出や出会いを控え、マスクの着用、定期的換気、積極的診断検査、在宅勤務などで防疫に参加するよう呼びかけました。それではネットの反応です。結局ウィズコロナはワクチンパス、青少年強制接種のための餌だったのね。3時まで打っても突破感染が続出しているのに、ワクチンが答えではないことがわからない人間たちは自分の知能を疑え。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。